10番についてどう思いますか私が思うにメッシュはサッカー界から消えた10番タイプの唯一と言ってもいい選手だそして君は3秒先の世界が見えている私は1秒先だったよ他の選手とはまさにそこが決定的に違うよそうだね 僕たちが話していた。典型的な10番は、今のシステムに適応しないか。適応させるのが難しい。それが10番が消えた。1番の理由かもね。あとは選手たちの成長だ。以前の試合は、10番が試合の中心だった。チームの重みを、背負ってプレーしている。今の選手も君にボールを渡し、君を見ているだけだよ。10番を背負うことについて何か感じますか今は以前ほど、重要ではなくなってきているが、特別なことだよ。その通りだね。10番を来ていれば、相手も警戒する。ただそれを知っていれば、何も問題はないだろう。それを知っているのが、10番を着ると問題ないが、知らない者が、10番を着てしまうと、大きなプレッシャーになるよね。 もしあなたが飯を一言で表すなら簡単だよ魔法使いさボールを受ける前に何をすべきかを知っているからね本当に素晴らしい選手だよ論争を起こす気はないですが聞いてほしいですあそこに行かなければよかったと思いますかどこのことだいパリへパリにいた時の気持ちは物事はそういうものなんだと思ったよ本音を言えば思っていた通りには行かなかったいつも言うけど何事も理由があって起こり得るものだし自分もうまくいってなかったパリにいる間にワールドカップで優勝はできたけどねエンバピはもちろんチームのみんなとはとてもうまくいってたよ決勝の舞台にはキリアンもいましたねそれもあるからサポーター チームは理解はしがたかっただろうね。僕が住んでいた国は決勝で倒した国だったから、彼らがチャンピオンになれなかったのは僕たちのせいだったしさ。他の25名のアルゼンチンの選手に比べたら僕はそこまでお祝いされなかったね。これ編集しないでよ。PSG の会長と戦います。 気を取り直してワールドカップを優勝しましたが次のワールドカップはプレイしますかコパーメイカの後に考えるよ今はコパーメイカで優勝することしか考えていないよあとは自分の気持ち次第かな数年後だしその時の自分の気持ちで判断するよリーグ戦とかが始まるとリズムも変わるからね日々自分の体調を確認しながら考えたいまだあと3年残ってるからさお疲れ様ですし何見てんだバカ野郎何見てんだよバカ野郎があっち行けよ落ち着いてください落ち着いてくださいレオ分かりましたわかりました わかりましたから、あんな試合になるなんてもったいないゲームでした。僕らはあまりに理不尽なことが起きすぎた。とにかく苦しい試合だった。確かファンハールとかいうやつだって。彼は自分たちがいいサッカーをしていると言ってるけど、ボックス内にボールを放り込むだけだった。あと今日はあまりに多くのい立つ場面があったんだ。あんな風に終わるはずじゃなかった。でも審判のことはあまり話したくないよ。だって彼らは言い過ぎると、ペナルティを与えてくるからね。試合中はいつ何が起きてもおかしくなかったから、ずっと怖かったよ。FIFA は見直した方がいいんじゃないかな。この舞台にふさわしくない審判を使うべきじゃないよ。よく見てみないとわからないと思うけど、それ以上に PK に いかに不運であったことか、試合内容からしてベスト8を突破するに値しない。素晴らしい試合をしたとは言えないかもしれないけど、自分たちのすべきプレーをした結果、審判が試合を延長戦にしてくれた見せ場を作ってくれたのかと思っていたよ。こんなに怒りを覚えたのは初めてだった。これから準決勝の非常にきつい戦いが待ってるから、準備を始めるとするよ。メッシ先輩教えてください。サッカーを始めたいと思ってる。若者たちに何かアドバイスはありますか？アドバイスするのはあまり好きじゃないんだけど、僕が大切にしていることをあえて言うなら、全てのチャンスに食らいつくんだ。僕がバルサで過ごした。日々の一瞬一瞬のように大きなチャンスをつむために。まずは 小さなチャンスを掴む必要があるサッカーだけじゃない人生において勉強するチャンス成長するチャンス一番大事なのは全てのチャンスを生かしてサッカーを全力で楽しむことそれ以外にないよ若い頃のラマシアでの思い出はありますかラマシアに来るまでは両親とずっと一緒だったからあんまり眠れなかったね学校は普通に君たちと同じラマシアの子たちが通う学校だったよそこでは僕と同じように家族の元から離れ同じ境遇の人たちがたくさんいたんだけどポップチーム昇格を目指して彼らと励まし合い過ごした日々はいい思い出だよメッシ先輩を教えてくださいモチベーションの維持の仕方はいつも言っていることなんだけど常に目標 さののプレイイスタイルがああななたたたをを成長させ今のあなたを作ったと思いますかその通りだね。このクラブの哲学とバルサの選手たちのおかげで、僕は成長できたと思っているよ。決して自分だけの力じゃない。質問ではありませんが、伝えたいことがあるんです。いよいよワールドカップ決勝です。もちろんみんな優勝を願ってます。けれど伝えたいのは、あなたが私たちアルゼンチン人に、どれだけのものを与えてくれたかということです。あなたのユニフォームを持っていない子供はいません。それは正規品ではなくて、勝ちンかもしれません。あなたはみんなに夢や希望を与えました。それはワールド ワールドカップ優勝よりも偉大なことのようにも思えます。これは覆らない事実です。心の底から感謝しています。こんなにも多くの人を笑顔にしてきたという事実をどうか忘れないでください。それはワールドカップ優勝より大切なことだと思います。それをすでに成し遂げたんです。ありがとう客、キャプテン。そんなことを言ってくれて本当にありがとう。本当にそれを感じたよ。このすべての期間でも国民の愛情を感じた初戦できつすぎる出来事があったけどこれはサッカーだ。すべてのことが起こり得る。それで僕たちアルゼンチン国民が少しそれを学んだのはいいことだね。結果だけではなくすべての道のりだよ。 以前は勝つか負けるかをすごく評価していたけど今は人々が多くのこと評価してくれていると思うよう最後までご視聴いただきありがとうございますサッカーマニアがサッカーの魅力を毎日お届けしますのでチャンネル登録と高評価をお願いします次回もお楽しみに